乱世を終わらせちゃうよ俺。とりあえず信じてついてきてくれ。はっ、この右分足、貴殿のため尽力いたします。立派ですね。私もあんな風になれるよう頑張らなくては。私は新しい時代の先駆けになりたい。あなたの力を貸してくれませんか。ピンときた。あなたなら絶対天下に近づける。お供しますよ。皆の規範となる生き様、乱世に示さねば。私は必ず厳粛なる世を築いてみせる。力を貸してくれぬか。承知しました。学文献、あなたのために全力を尽くします。お、ピンときた。俺はいずれああなるんだってな。李萬盛の出番だな。ここからあんたたちと天下を目指す。俺たちいい義兄弟になる予感しかないな。この景色、あなたと交わした誓いとともに胸に刻みます。これで晴れて義兄弟ですね。恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。ピンときた。近い将来ここに凱旋するぜ俺たち。
及ばず恐縮です。あなたにはご迷惑をおかけします。おい、なんか返事しろってなあ。どうしようもねえな、俺あんたに苦労をおっかぶせちまって。諦めてはいけません。あなたはまだ。可愛いこの子のためにも争いのないよう気づかなければ。お、生まれたのか。俺の子、大物になる予感がするぜ。ありがとな。ん？これってまさか恋の予感？ありがとうございます。どうしよう、いつもは意識してなかったのに急に。みんな大したもんだな。俺の期待を上回ってくれたぜ。身に余るお言葉、今後一層精進いたします。あんたと出会った時からこうなる予感はあったんだ。思い切って言うぜ、俺はあんたに惚れてる。結婚してくれ。
勇気出して告白してよかったぜ。この幸せ予想以上だ。今日から私はあなたの妻精一杯お支えしますね。幸せで良いのでしょうか。泣いてしまいそうです。俺たちは一生幸せに暮らせる。これは勘じゃない、確信だ。俺が玉座に着くなんてな、さすがに予想できなかったぜ。俺の勘は間違ってなかった。みんな笑顔でいい国だよな、ここ。おお、これは贅沢な。いろんな珍味もあるぜ、遠慮せず食べてくれ。うん。
おい、ひるむんじゃないぞ、俺。こうなることも覚悟して進んできたはずだ。私と一緒に来てくれませんか。あなたの活躍をもっと見たいんです。ああ、こう来たか。どうすりゃいいんだ俺。けど助かったぜ。その活躍を見てピンときたぜ。あんたは俺と組む。そうに決まってる。なんと、私にあなたの懐へ飛び込めというのですか。兄上と一緒で大活躍の予感しかないぜ。あなたと一緒なら負ける気がしません。いざ、勝利に向かって一直線です。また兄上と一緒に戦えるなんて嬉しいです。一番槍目指して頑張りましょう。二人一緒なら負け知らずだ。今回もきっとそうに決まってる。